以前作った、綿菓子機を、さらに手軽に、作れるように、改良しました。じゃあ作っていきましょう。蓋の中央に、画鋲とかで、穴開けて、細い丸ヤスリで、丁寧に、穴を広げます。100均で買った、ルータービットと、ルーター用の、丸ヤスリを、使います。本来は、このように取り付け、切ったり、削ったりに使います。蓋の内側に、丸ヤスリをはめ込み、ネジを通します。無理に押し込まず、ドライバーでくるくると、お、出てきた出てきた。そのまま、蓋の表側に、ルータービットを固定します。ルーターに、取り付けると、まあ、こんな感じ。続いて、缶の加工の、説明です。画鋲で、周りに、穴を開けていきます。下から、1センチ、1.5、2センチ、幅は、1センチから、1.5 センチ間隔くらいでいいと思います。まあ、いろいろ、試してください。次に、飴を入れる、投入口を、作っていきます。切り出し等で、結構簡単に、切り抜けます。切り口が、尖って、危ないので、マイナスドライバーなどで、缶の内側に、縁を丸め込みながら、穴を広げます。手を切らないように、注意しながら、尖ってないか、確認します。缶に取り付けて、はい、完成。一番重要なのは、蓋の真ん中に穴を開けること。中央からずれると、回転が安定しづらいです。缶は、表面をコンロで炙って、塗装を焼き飛ばしています。一気に焼き入れすると、缶が燃えたり、弾けたりするので、ちょっとずつ炙って、白い煙が、もくもく出るのが、収まってきたら、それを目安に、しています。ここまで、全部100均で、材料費は、コーヒー缶ドライバビット、ルーター丸ヤスリ、電池、が、それぞれ、100円、ルーター本体が、600円、合わせて、1000円、プラス税。まあ、いい感じなんじゃないかな。